ガーヒング・バイ・ミュンヘンは、ミュンヘン市の北にある、バイエルン州の都市である。1990年9月14日に都市となった。市内に、ミュンヘン工科大学のガーヒングキャンパスを構える、大学都市であり、多くの研究所がある。1997年11月21日に、市議会が、ガルヒンク市を、大学の町と称した。 他のミュンヘン周辺の都市と同様に比較的安全な町である。第二次世界大戦以前は数百人程度が暮らす村だった。戦後の住民数の大きな増加はガルヒンクホフブリュック地区への産業企業の誘致など旧東ドイツ地域からの企業誘致によるものである。また産業施設の増加、ミュンヘン工科大学をはじめとする 各研究機関の存在により現在は1万人以上の従業員、生徒が暮らしている。南にー都であるミュンヘン、北はフライジング郡に属するエヒング、西にはオーバーシュライスハイム、そして東にはイーザル川にソイースマニングと接している。町は北緯48度15分統計11度39分、北緯48.250度統計11.650度。 48.250、11.650 48. 11. に、一市、イーザル川に近く、アウトバーンの A9 線が通じている。1995年に、ミュンヘン地下鉄がガーヒングホーホブリュック駅まで延長。2006年10月14日、地下鉄はさらに延長され、ガーヒング駅とガーヒングフォアシュングスセントルム駅の二駅が新設された。ありがとうございます。